おじいちゃんの体力も厳しい。あと33日か。あいつまで持つかな、おじいちゃん。まあ、さすがに持つと思うか。これで馬屋で軍馬購入。お、ちょうど行商人が来ている。いや、こういうのね、絶対怪しい。怪しいですよね。安すぎますよね。鹿とか買わされるからな。160頭で3040なんで、そこからの交渉 80% ですよね。もう一声行きたい気もするな。いや、まあいいや。あとは直江津あたりで10頭ぐらいついでに買っておくか。それで一回交渉で、まあ多少はいけるかな。じゃあ帰りましょう。海は通るなよ。お、意外と近かった。いや、まだまだ終わってません。終わってません。あの素直に本拠に帰還して自然な流れで殿に会いに行きましたが、ちょっと顔が見たかっただけでござるぞ。直江津で、ザ。4月に会ったから何か仕事は変わっているとは思うが、何があるかな。もう相良よしひね、今日の街か。でも回復しないといけないからな。おお、10頭で。いや、高いな、ここは。ちょっと実費も負担することになるとは思うか。お、ああ、いけたけた。よかったよかった。ダメかと思った。体力68か。この辺で病だったっけな。その軍馬購入は終わりましたぞ。170頭でございます。51か。で、おじいちゃん体力はやばいから、体力回復で6日か。で、金庫で言うとお金は1月分か。誰か家臣欲しいがのう。ちょっとフリーズしたかと思った。結局この日数でできることってあんまりないですもんね。近くの町って言ってもここぐらいですし、で富山まで行くと海を通って、まあ海はさすがに通らないか。近場で仕事があればいいんだが。こういう特産品調査とか、その地方を全部回らないといけないですもんね。北陸とかあったっけ？あるな。北陸だわ、いけるか。でも北陸って、この富山の座ってどうなんだろう。まずは他のところから行きますか。仕事を掛け持ちとかできたらいいのにね。おやおや、金沢には特産品がないのか。まあ、都市へとかが入ってからでしょうね、栄えるのは。全部でこれだけあるんだ。
スーパーの家に行くとそう通るんだよな。じいちゃんの、じいちゃんね、船ちょっと縁起悪いと思うんだ。なんか、何かあったら、ひっくり返すような気がするな。おじいちゃん、船には気をつけようね。おお、マガラさんか。合力無双。おお、足軽大将ね。でも、姉川で死んでしまうと。ツーが特産品はどうかな。おう、紙。で、絶対移動はこうやる。あとは仕事先拠点で言うと、次は輪島。もう29ですよね。素直に一回もう本拠地で寝て表情終わってからもう一回行った方がいいな。忍びスキルも上げておきたいしな。そうか、体力は申し分ないか。お、もしや、小田兄弟か？だな。だいたい内容してるから、ちょっと早めに飛ばしてしまうんですけどもね。でもやっぱり空港で行ったら、芸能分離になるから。おいおい、私ですか？特にプレゼントないんですね、長尾様。お酒とかでもいいんですよ。で、土地を。今、白星とか、やりたいな。やりたいのはいいんですが、拠点大丈夫かな、軍資金。まあ、一応、口座もあるから、資金は入るか。まだ1万6000余っている。でも栃尾に行く前に富山に行かないといけないな。小島さんがいる。一応終わったってことでいいのかな。これで達成か。意外と特産品もめんどくさいな。町が多かったら大変ですけども、北陸ならばまだまだ少ない方。で、あとは土地王城。各拠点の兵力はまあまああるとは思うんだが、ね、この土地王城も直江さんが増築してくれたおかげで結構規模としては大きくなっていると思うな。で、またしても、兵の分。同じような人間ばっかりだからな、他のをやってほしいんですが、上杉さん、長尾様、ずっと軍事なんですよね。わしは攻める。まず一騎が出たな。一人か。ここまで来たらもう堅実に行きたいな。一気が出たな。一気連チャンはないでしょう。そんなことあったー。一気連チャンか。ここも真ん中しかないではないか。一気。そっちが一気か。下が一気がいいな。まあ、あとは1しかないな。まあ、でも満足はできるんだ。これで1000、5000、
500ぐらいかな。おお、1908。よし、さあ、この前の方がなかなか成果良かったと思うんだが。この前のはこれよりも人が多くて、人の列っていうのかな、あの、あれが多くて1970ぐらいでしたもんね。もうちょっと少ないかなと思ってはいたが、まあでもね、人はついてきてくれた様子。当初至急15か。ちょっと歩いて任務したら休まないといけないっていうね。ほら、俳句に6日かかる。99からならば、まあ1日手前ぐらいが良かったんだろうな、休むの。そろそろ会場移動のが欲しいんだよな。鹿島ならばそんなに遠くはないか。いや、ちなみになんか怪しいな。鹿島って言ったら肥前鹿島とかあったりするからな。鹿島ってあれでしょ、多分ここですよね。あ、じゃあ近いな。あ、ごめん、実は鹿児島だったとか言ったら、あのちょっと殴るよ。おじいちゃんでも助走つけて殴るレベルですよ。じゃあ鹿島まで行きましょう。山賊とか出ないよな。お、着いた着いた。特にこういうとこって誰もいないですもんね。どこか滅んだわけでもないし、意外と平和だな。桶狭間が起こったらいろんな大名がどんどん攻め出すような気もするんだよな。もっと広域に必要だったの。あの影虎様のところに行ってもしょうがないな。ちょっと攻撃の輸送終わりましたぞ。いや、お前は何を言っているんだみたいな。ちょっとおちょくりに行くっていうね。いや、やっと取れたか。多分もうやらないかもしれない。もう16日か。今のところこの辺のカードはみんな入ってて、北条さんなぜ親密度低いんだろう。忙しいらしいぞ。待ってくれないな。もしかして北条家とかに内通しているのかな。もうこの時間ならばできることは限られている。忍術とか剣術とかも上げた方がいいかな。そう、いろいろ持ってはいるが、剣術レベルを上げない限りはカードの手札から増えないんですよね。上杉乗ります。スパがお越しにござります。お、上杉乗りまささん。お、良いところにお越しくだされました。もう、どういうことかな？ああ、ひたすら軍事やっていましたもんね。
ほうほうほう、関東出馬の要請が参っております。今こそ好機っていう。おお、今朝様はやる気の様子。まあでもイベントですからね。どうせ包囲して一日も経つに包囲を解いてしまうでしょ。リチデン5で確かそんな感じでしたもんね。お、長野内政殿。太鼓リステル5かな。長野家でやってて、このイベントもやって、で武田を退けるっていうね。まあかなり激戦だったんですが、結局長野家は滅んでしまったんですよね。まずはお師匠、おじいちゃんも気合入っているな。ああ、成田さん、この前はどうも。しかしこれで成田がこちらに寝返った。次は江戸城に向かうぞ。おお、大助けまさ。大助けまささん、顔普通なんですよね。普通っていうか、まあ、3からの使い回しっていうか。お、里見さんも来たか。前回っていうか、リシテン5の前田利家編ではかなりお世話になったが、おそらくは佐竹から。これで10万。もうもみもみしているな。玉田はどうかな。おや、敵は一兵も残っておりませぬ。我が軍の士気は高いぞ。はっ。まあ、包囲して、ちょっと近くの山になると陣を立てて、で、まあ、城をついて、こう、木を切り開いて敵に精神的ダメージを与えるとか。力攻めやろうとついたもん。現在7月11日。連合軍は包囲を開始。長引いてない、同日中の話ですよ。結局一日も包囲せずに諦めるんですよね。もう帰っていくという。これ実はマサトラですかな。
上杉正虎と改名。しかし小さな事件が起きた。あら、成田さん。おおおお、で撃ち落とした。あの顔ならこう赤面した真っ赤になった顔が思い浮かぶな。凱旋って言えるのかな。確かに、まあ関東管領はなんとかね、まあ拝命することはできて、上杉正虎にはなったが、結局小田原一日も掘りせずに解いてしまいましたもんね。外から見ればそれが欲しくてやったようにしか見えないんですよ。せめてもうちょっと長く包囲していれば良いのだがと言っているうちに着きました。7月22日、おじいちゃん寂しいこと言うなよ。剣術なかったんだ。あれだけいいカード持っているならば曲げていってもいいよな。とりあえずは近場で行ったら忍びかな。近畿まで行くとやっぱり時間がかかるんですよね。おやおや、忍者よ。この前来たんだが。で、鍛錬場の1。軒山衆、こっちに従事しているくせに、お金を取るんですよね。そういうのをただで教えてくれないかな。じゃあ、やっていきましょう。どんどん行きますよ。で、お下げになっている。何もなくても立てる。チャクラか、チャクラなのか。お、もう2になった。2ってどうかな。20日か。結構かかってしまうんですね。誰だろう。北条か。入らなかったですもんね。特に仲が悪いわけではないか。じゃあ仲悪いのはやっぱりライバルである村上さんだけか。あと10、あと2週間ちょいか。おお、稲葉一徹からね。稲葉一徹ならば行ってみましょうか。稲葉山。もう会場移動がスイスイ。かといって転覆をしないように気をつけましょうね。あ、鬼がいっぱいいる。お、内藤さんか。内藤さんいいね。弓3ですもんね。これでハートは1か。これは前の長安。でも内藤さんどうだろう。すぐ今川の方に入りそうな気がするな。あ、いた。明智光秀もいるんだ。あ、さあ、頑固な態度は見せるなよ。ならばもう一度来るから金を集めてくるがよいわ。あの頑固一徹とあろうことだな。内藤さんはちょっと次の月にかけよう。とりあえずは戻って回復ですよね。こっちはモスケ。
いけるかな、次の月で内藤さん。欲しいな。お金は411か。まあまあ、あるな。で、本拠地に帰って、あとは休んで表情。まあ、多分、桶狭間が起きてからだろうな。あら、あらあら、ナイトさん、やっぱり裏切ったんですか？また北条に戻っていったか？やはりダメか。やっぱり兵の分離で沼田か土地尾になるんだ。鉄砲ね、あまり伸びないからな。でも機内の方に行けるならば鉄砲でもいいか。60丁ね。はい、わかった。これならば一旦京の方に進んでいけばいいか。ちょっと、られるのかな。じゃあまずは国友さんのところかな。あとは内藤さんが残っていればいいんですけどもね。じゃあ25兆。ちゃんと交渉していかないと60達成できないんだ。6日ね。とりあえずは60兆は達成しておけばいいか。これは誰だろう。あ、内藤さんだ。惜しいな。構成は低いが、それ以外はいいんですよね。石山とか梶谷行きたっけな。なかなか大きな町だ。ダメならば最下かな。柴辻さんとかいるかな。あ、いたいた。柴辻千歳。ここでも25兆で、1500か。あとは財宝を買っといて、で、内藤さんのところに行く。まあ、多分入らないような気がするなぁ。お、何かいいものはあるかね。見とこう。せっかく今価値のあるものを持っていますからね。まあ無理に買ってこれで価値が低かったら困りますね。消化に行って、で、金塊をじゃあ2つ。内藤さん欲しいな。弓鍛えてやっぱりさみだれ打ちかな。で、これで行き先指定で、で、岡崎かな。
まあ、多分いろんな武将いるとは思うんですよね。おお、関口か。あ、でも内藤さんしかいないんだ。しかも水の状態、どこにいるんだろう。もう町を出たのかな。